YouTube をご覧の皆様、こんにちは。本日4月11日、小町の子が生まれて2日目となってます。元気に泣いてますね。今日の体重はですね、14.25kg でして、昨日よりも、まあ、1kg、体重が増えていますので、まあ、順調に成長しているかなというところで一安心ですね。でこの小町に関しては、一度も話したんですけど、おっぱいあげるのが一時期に比べるとちょっと下手で、心配なところがあるんですね。で育ててる場所もですね、こうした岩場がゴツゴツとしたような場所でちょっと子供が飲みにくそうな、様子も見られるという感じです。ですが、まあ、1キロ増えてるんでね、まあ、まずまずちゃんとおっぱいあげれてるんだなという感じですね。なんで今日ちょっとね、おっぱいあげるところが取れてないんですけど、昨日小町がね、授乳をしようとしてる、動画がですね、ありますので、ちょっと、見ていただきましょうかね。まあ、小町ですね、結構ですね、子供をですね、前足で頭をですね、かくみたいな動きをするんですけど、水木の場合だと自分が動いて、おっぱいの場所を調整するんですけど、小町の場合はどちらかというと、前足でかいてね、子供の方を、動かしておっぱいに持っていこうという感じで、なかなかそれがですね、やっぱうまくいかないんですね。よくね、これね、頭撫でているっていう風に、なんか微笑ましい光景に見られちゃうんですけど、全然多分、ね、小町的にはそうではなくて、おっぱいそっちじゃねえよって言って、もっと下だ、もっと下だって。いう感じで、まあ、結構ですね、スパルタな子育てをしているような、光景なんですよね。先ほどの、YouTube の後からですね、赤ちゃん泳いで、おります。まあなんか落ち着いていますね。平然と泳いでいるような感じです。まあこのまましばらく泳いでその上陸するんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、わりかし余裕そうですね。水木の子供の方も、まあ、気づいてないのか分かんないですけど、何も気にしてないですね。